編集室より、1915年4月号、伊藤野絵。先月は、随分つまらないものを出したので、だいぶ方々からお叱りを受けました。その埋め合わせに、今月は特別号として、少しよくしようかと思いましたけれど、何しろ、ちっとも準備ができていませんから、来月にしようと思っています。だんだん、 いい時効になってきましたしばらく一緒に集まる機会がなくて過ぎました近いうちに静かなところで一度会を開きたいと思っていますが集まっていただけるでしょうかお茶でも飲んでしんみりとみんなでお話ししたいと思いますこの頃は頼まれないからなどと原稿をお書きくださらない向きもあるそうですが 私は原稿というものは人に頼まれたからといって書けるものでもないし、頼まれないからいいものが書けないってこともないものだと思っていますので、どなたに限らず自信のあるいいものがいただけるのを黙って待っているのです。かえってお頼みして無理に嫌なのをわざわざお書きくださるのもご迷惑と思われますし、私の方でもお願いして書いていただくからには、 どうしてもつい出さねばならぬというように、悪い情実をこしらえることになりますから、欲しくてたまらないのを黙ってくださるのを待っているのです。ですから、何とぞ、そんな偏屈でもないでしょうが、な考えをお捨てなすって、どんどんお書きくださることをお願いいたしておきます。平塚さんは今、長編ご執筆中です。いよいよよ発表される日の 早く来るのを待ちます。かっちゃんは寺島村の白ひげ様の横丁に今度来しましたと昨日通知が来ました。岩野清子氏はお家の皆様で修善寺へ行っていられます。私はそろそろ補助団のパンフレットに出す材料を見つけにかかろうと思っています。未だに何の形式にも現れていないことは団員書士に対して 申し訳のないことだと思っています。新刊書の紹介を怠って、いつもすまないことには思っていますが、ついいい加減にしたくないと思うものですから、時間が見いだせないでそのままになってしまいます。何卒、足からずおぼしめしください。交換広告をお断りすることは、この間も申しましたが、もう一度、ここに念のため断っておきます。 来月は前にも申した通りに特別号を出したいと思っていますから、この15日までに原稿をたくさん集めたいと思っています。何卒よろしくお願いいたします。それからパンフレットのもずんずん続けてはするつもりですが、何分かなり時間がないのに貧弱な私の力で翻訳でもしようというのですから、どうぞ少しくらい暇の入ることはお許しください。 その代わり、できるだけいいものを探すつもりでいます。それに、補助団のその出版費となるべき、皆様から出していただいた金も、ずっと前々から雑誌の維持の方に埋め合わせに回されて、ほとんど出版のできるほど残ってはいませんので、その方からして何とかしなければならぬありさまです。しかし、そんなことは、あくまで責任を持っていたすつもりですから、 何卒ご安心くださいだいぶ手伝いをしてやろうと親切におっしゃってくださる方もありますが今のところしばらくは面倒なことばかりですから私一人でやろうと思いますもう少しどうにか形がついて混雑したりしないようになればそうしてもっと忙しくなればお手伝いを願うかもしれませんがそれまではまずお断りいたしたいのです 何卒足からずおぼしめしください。雑誌が続かないのじゃないか、などご心配の方もあるようですが、こればかりはどんなことがあっても続けます。何卒私を信用なすってください。先月あんなつまらないものを出したから何を危ぶまれたのかもしれませんが、しかし私は決してそうつまらなくはないと思います。かなりいいものがあの中にあったことを信じます。 ただ、私が怠けたことだけは、どうも申し訳のないことに思います。これからは決してあんなことのないようにします。政党第5巻第4号、1915年4月号。